ていう綺麗な一撃。ちょっと HP 半分減らしちゃったけどもうちょっと強化した。 F3 島風に乗っていきます。一言で言うと対面ぶっ殺すぐらいです。以上。そうね、金剛石さん言ってるけど、ほとんどの人は8キロ高速ぐらいは想定していないからねってことでね。まあ8キロなんか積んでこんやろ、わらわらってなってるからね。そして昔、一昔までは多かったさ、その12キロレーダー組、モスクワとかスタグラとか、あの辺がさ、あの辺に強い駒がゴライアスとかが現れたおかげでさ、少なくなって、この8キロぐらいもその相対的に使いやすくなったよね。12キロぐらい、12キロレーダー組は辛いんだよね。ちょっとちょっかいかけて放線させてみようかな。あ、島風いるじゃんって砲撃戦仕掛けて、仕掛けるために天体を横に曲げたところに F3 ぐらいが刺さるっていう綺麗な一撃。と HP 半分減らしちゃったけどもうちょっとスモーク使うタイミングが早かったらよかったな。ちょっとダメージ食らいすぎましたけど、もうちょっと早くスモークを使っていれば、ダメージももっと食らわなかったと思います。完璧だったな、でも。このスモークのタイミング以外は完璧だった。これは動画が確定ですわ。スモークのタイミングが、あともっと早かったら、多分、5000ぐらいしか HP 減らなかったんじゃないかな。で、F3 ぐらい何がいいって、装填時間も短めなんですよね、島風ぐらいの中では。ね？ネタじゃないでしょ？舐めたらあっかん。舐めたらあっかん。やべやべ。カガが来た。カガが来た。やべ。やめてください。やめてください。飛行機置かないでください。一発だけか。キャーキャー、よし。全部投げなくてもよかったかな。2発ぐらい投げて、もう1発温存とかでもよかったかもしれない。足も速くて隠蔽もいいからね、こうやって隠れながら戦うこともできますね。まあそりゃな、北風乗ってる時にさ、島風が放線仕掛けてきたら撃ちたいよな。そこを突く。いや、気持ちよかった。
あら、残念。ダメでした。もうちょっとぐらいがうまいとな、映えるんだけどな。1個だけ投げて様子見が良かったかな。まあ使ってたかな。めっちゃ来るな。確かに、そっか、ソナーのことも考えて投げなきゃダメだね。本郷関さん、スモレンスクソナー持ってるから一回投げて判断で向かったかもということで、ソナーのある船は一回投げて様子見っていうのも大事ですね。あー、惜しい。これはヒット。ケイ。敵重要艦撃沈。逆にこれでヒットしなかったらちょっとブルーラインで危なかった。今風一匹で。こんなに駆け回せてるから十分だよな。うん、惜しいな。ああ、惜しいな。で、無視してね、戦艦行きたいところなんだけど、コルベル邪魔なんだよね。あとスモーク1回か。ハガも来るから、見つかるようになっちゃうな。やっぱそんな持ってるか。残念。これはちょっと難しかったね。まあまあ、重ねてちょっと当てられなければダメだったかな。
魚雷力が高けらな、多分この2隻まで食えて楽しかったんだろうけど、まあそれはできすぎですね。まあ空母とぶつかることは分かってましたが、だからそれまでに当たってくれたらいいなーって感じで流してたんですけど、残念でしたね。何発か惜しかった。あー、そっか、コルベールに大撃ちせずに戦艦に行くっていう手はあったか。確かにその通りだね。あのコルベールが詰めてた瞬間だね。あの時コルベールに魚雷投げずにそのまま後ろの戦艦たち投げに行くっていう方が良かったってことだったね。確かにそうでした。っていう感じで、まあ初手駆逐やられたし、動画のあれとしては動画の撮れ高としては OK でしょ。やっぱりコルベールとか巡洋系統、特に機動性のいい巡洋系統に弾当てるのは難しいので、そうじゃない大型艦とかをこうこっそり狙っていく忍者プレイがとても楽しいですね。島風8キロぐらいは、ということで、島風8キロぐらいはネタじゃないというところでね、以上でした。